クシングの前世界バンタム級4団体統一王者でスーパーバンタム級へ階級を上げる井上尚弥30イコール大橋が早くも新王者から対戦相手に指名された。井上は7月25日に WBC&WBO 世界スーパーバンタム級王者スティーブン・フルトン米国への挑戦を控えている。一方で8日には WBA スーパー &IBF 世界スーパーバンタム級王者ムロジョン・アフマダリエフウズベキスタンが挑戦者マーロン・タパレスフィリピンに判定で敗れて王座から陥落。新王者となったタパレスが早速モンスターに対戦要求を突きつけた。フィリピン紙フィリピンスターは WBA と IBF の王者になったばかりのタパレスがパウンド・フォー・パウンド階級を超えた最強ランキングのスター井上尚弥を指名したと報道。ツイッターで流れている動画にはタパレスと彼のチームがタイトルを手に入れた翌日に陽気なムードに包まれている様子が映されている。タパレスはカメラに向かって尚弥次はお前だと言ったと伝えた。おそらくだけどタパレスはプロモーターのギボンズ氏の差し金で接触してきたと思える。以前もカシメロをお抱えの時カシメロを通して散々尚弥選手を挑発してきたその手法そのものだからだ。MJ が予想以上に前半同じサウスポーのタパレスに対し動きが悪すぎたせいで追い上げも虚しく2ワンの判定で敗れたが MJ が前半からいい動きしてたら予想通り MJ が勝っていたと思う。勝ったとはいえタパレスの強さは決して際立っていないし、でもタパレスが相手だったら MJ より尚弥選手は楽かもしれないね。ひいき目に見てもバンタム級時代の尚弥選手はタパレスより強いと思える選手を KO 撃破しているから、むしろ良いお客さんになるかもだ。記事に添付された動画にはタパレスが笑みを浮かべながら井上尚弥ネクストと叫ぶ様子が映し出されている。さらに同氏は井上が練習中に負傷した影響でフルトンとの対戦が5月から7月へ延期されたことを説明した上で、井上がフルトンとの大一番に勝利すればタパレスとスーパーバンタム級王者の座を争うことは必至だ。タパレスの目は現在井上に向けられていると記している。井上がフルトンに勝つことを前提にしたらその後の交渉の面でもアフダマリエフに勝ってもらってた方が4団体統一の一番の近道だったが、タパレスのおかげでややこしくなってしまった。正直アフダマリエフには勝ってもらいたかった。タパレスでは正直物足りない、井上選手が苦もなく倒すだろうっていうか、井上選手との対戦の前に数試合挟む可能性あるが勝ち続けていられるのか疑問。井上選手に対戦予告もいいが自分の足元を見た方が大いに良いと思う。ちゃんとタイトルマッチで勝ってチャンピオンになったのに井上ファンはリスペクトがないな。ならもう不戦勝で井上が勝ちで良いやん。対戦相手にリスペクトないくせに相手には井上に敬意を示せって切れる。タパレスが亀だ、井上がフルトンに勝つことが条件だが叶うなら早めのマッチメイクができそう。井上戦はファイトマネーが膨らむし釣り上げるためにギボンズが仕向けているとも考えられる。大ホラ吹いてもらって盛り上がった方が面白い。アフダマリエフに勝って乗ってはいるがドネアより力は持ってないと見る。自分も願望ゴミですが井上が勝つとは思ってますけど、こういうの聞いてフルトンはどう思っているのでしょう。いい気はしないですよね。確かに対戦して金になるのはフルトンよりも井上だと思うけどなんだかね。
もしフルトンが井上に勝てば PFP 上位ランク入りするでしょうから、井上に勝ったフルトンと対戦するのも美味しいと思うんですけどね。やっぱりみんな井上が勝つと思っているのでしょうか。